今日の試合振り返ってください。そうですね、まあ、前半やっぱり自分たちの流れが来なくて、まあ、ゴールまで行かれるシーンとかがあったんですけど、そこをゼロで抑えれて、後半にああいう風にすごいたくさん点が取れたのはすごい良かったと思います。清水選手、今シーズン初ゴールでした。あのシーンを、ゴールシーン振り返ってください。そうですね、まあ、ゆいがすごいいいボールを供給してくれたんで、まあ、トラップした瞬間にシュートを打とうと思ってて、まあ、すごい外すこと多くてなかなか点取れてなかったんで、はい、取れてすごい嬉しいです。ホーム3連戦で今日の野島に勝てて、と次のレッズ戦にいい流れができたので、と勢いそのままにと3連勝できるように次頑張ります。